4月の魔女の部屋は星空メテオによる日本の短編小説。2011年4月1日に星空メテオがシナリオライターとして所属するゲームブランドタイプムーンの公式ホームページにエイプリルフール企画の一環として期間限定掲載された。全12ページの紙芝居形式。また同じ期間の間タイプムーン公式携帯サイト 魔法使いの箱でも公開されていた。イラストはタイプムーン作品では、ガツのサンゴなどを担当したイラストレーターの青倉千尋。2011年11月16日に星会社、フィクションズ、正解者朗読館より、坂本麻也による朗読作品として商品化。どんな嘘でも真実に叶えてしまう魔女、エイプリルの住む部屋には1年に一度、4月1日のみ、 その鍵が開かれる。毎年4月1日には彼女のもとに様々な来客がやってくる。エイプリルは彼らの虚構や願望を次々と叶えていくが、ある年を境に来客は途絶えてしまう。しかしある年の4月1日、フールという男がエイプリルの部屋に現れる。その年を境に、フールは毎年エイプリルと一緒に4月1日を過ごすようになっていく。 当初は4月1日限定企画であったが、東日本大震災に配慮して4月15日まで掲載期間を延長した。ありがとうございます。